さんこんにちは、さやぐさこころです。今回はアンケートを実施したいと思います。なんでこの時期に急にアンケートかと言いますと、もうそろそろ来年のですね、春夏に向けて服をですねデザイン考えなきゃいけない時期なんでございます。早いですが、大体これぐらいから考えても納期がとか向こうへの発注とか持ってくる輸送とかいろいろありましてですね、今からやっても結構ギリギリと言いますか、来年の3月にはもう入会したですね、3月に来るんじゃないかなと思うので、今回じっくりデザインもしたいのでアンケート実施します。で、このアンケートに答えていただいた方、男女それぞれですねに上下セット、男性も女性も上下セットをプレゼントしたいと思います。さらに赤のサンバイザーになるんですが、赤のサンバイザーにサインを書いて、そちらもそのコーディネートにつけてプレゼントしたいと思います。男性女性好きなのもちろん選んでください。もうあの女性だと品切れしている商品があるんですけれども、それ以外のものだと何でもあの上下セット自分でご自身で選んで好きなのを選んでください。男性も好きなの選んでください。はい。で今回、まあ、丈とかデザインプリントがいいとかワッペンがいいとか、あとボーダーは果たして本当にみんな好きなのかなとか、まあ、本当に私が疑問に思ったことをアンケートにまとめました。で結構本当に書いてるうちに多くなってしまいましてですね、まあ、本当に分かんなければ空欄でも結構です。ですがなるべくこうご回答いただき、それを参考に作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ詳しく書いていただけると嬉しいです。もう一つ一つ読みますから、一つ一つあそれを見ながらひらめくことがいっぱいあると思うんですよ。あこれとこれをこういう感じをこういう感じをミックスしたら、あ結構いい感じのデザインになるかもみたいな。はい。なので皆さんと一緒になって作りたいなと思っています。はい。でも、もちろん価格帯とかもありますし、あとまあ夏は女性だったらスカート派、ショートパンツ派とか、男性だったら、まあ、今回は ハーフパンツしか作らなかったんですけど、本当は長ズボンが欲しかったよみたいなのがあったりとかですね、こういうハイネックタイプですかね、こういうタイプの女性は作ったんですけれども、まあ、結構男性の商品もこういうのあったらよかったなっていうの声もあったりしたんで、男性はそういうタイプのを着るのかなとかですね、結構本当こと細かに書いちゃいました。まだまだ聞きたいぐらいなんですけれども、はい。では皆さんぜひご応募していただき、その中から抽選でですね、まあこのアンケート書いてくれた中から私が選びたいと思いますので、はい、抽選じゃないな、アンケートを書いてくれてそれを読んで私がリアルにそのこの方にあげたいみたいな感じで選ぼうと思いますので、はい、ぜひ皆さんアンケートご協力よろしくお願いします。はい。まああとキャップ、こういうキャップが欲しいとかでもいいですし、アパレル以外の小物あのでも全然いいので、最後にそういう欄をどんなのがあったらいいと思いますかみたいな欄もつけておいたので、そこに書いてもらえると嬉しいです。皆さんぜひぜひたくさんご意見お待ちしています。バイバーイ。 YouTube のこれ小さYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。